どうも、全力投資です。10月12日、木曜日、本日も資産公開やっていきたいと思います。 ということで本日の日本株の振り返りからやっていきますが今日は日経平均3連続で値上がりということでかなり調子のいい一日だったかなと思います昨日とは対照的に今日日経平均上昇しているんですけれどもトピックスもそこそこ値上がりしていますので10月11日は日経平均だけ上昇して日本株全体を見れば結構売られたなっていう一日だったんですけれども10月12日に関しては日本株全体的に買われてきたそんな一日だったのかなと思います 日中の値動きを見ていきますが、10月12日は昨日よりも高いところから始まって、前場上値を追う展開ではあったんですけれども、5場さらに一段高でじりじりと上値を追っていくような展開になっていまして、今日の引け値が高値になっているかなと思いますので、終日変われたそんな一日だったのかなと思います。 ということで10月12日、日経平均は昨日に比べて1.75%上昇。値上がり幅で558円。終わり値で32,494円となっています。 32,500円に近い水準まで値を戻してきていますので、かなり強い戻り相場なのかなと思います。私個人的には2番底どっかでつけてくるんじゃないかなと思ってたんですけれども、もしかするとこれ V 字回復になってくるかもしれないですね。はい、まだまだこの先値動きどうなってくるかわかりませんが、今日までの値動きを見ていると日経平均そんな雰囲気も漂っているかなと思います。次にトピックスを見ていきますが、トピックスもやっぱり今日は強くて、 日経平均同様に10月12日は昨日よりも高いところから始まって全場上値を追っていくような形ではあったんですけれども5場も終日変われる展開となっていますのでトピックスは高値引けではないんですけれども本日のほぼほぼ高い水準で大引けとなっていますのでしっかりした買いが入ってきているのかなと思います。ということでトピックス10月12日は昨日に比べてプラス1.5%上昇値上がり幅で34ポイント終わり値で2342ポイント となっていますこの感じだと、やっぱり半値戻しは全値戻しっていう感じなのかなと、そんな風に思います。そんな結果、私の資産状況どうなったかというと、10月12日は昨日に比べてプラス40万5800円資産が増えていまして、楽天証券で保有している資産合計額が2892万3578円となっています。 はい。ということで、トピックスも上昇していましたので、私の日本株のポートフォリオもかなり値上がりした、そんな1日ではあったんですけれども、トピックスが1.5%の上昇に対して、私の日本株のポートフォリオは1.6%を超える上昇になっていましたので、日経平均ほどパフォーマンスは良くなかったんですけれども、トピックスに対してはアウトパフォームをしていましたので、この辺はまあまあ良かったかなと思ってます。 はい。では、個別の値動きを見ていきますが、コムシス積水、このあたりは強いんですけれども、ダイダン今日は値動きなしですね。なんですけれども、ダイダンはここ直近日本株が下げる中でもほとんど値下がりしていなかった銘柄になりますので、戻り相場の中では買われてきにくい銘柄なのかなと思います。で、次に JC リクルートメント、しっかり2500円台に株価戻してきています。アルトナーもいいですね。で、ワールドホールディングスも2400円台復活ということで、エルマテックもしっかりした値動きになってます。で、今日めちゃくちゃ強い 良かったのが東京エレクトロンデバイスですね確か6%から7%ぐらい値上がりしていたのかなと思うんですけれども東京エレクトロンデバイス今日の値動きを見ているとおそらく最高値取ってきたんじゃないですかねはい分割前の株価でたい1万1500円ぐらいの株価の水準があったんですけれども分割後で計算すると3750円ぐらいで最高値だったかなと思いますのでちょっと詳しくは見てないですけれども多分東京エレクトロンデバイス上場来高値取ってきたんじゃないかなと思いますで次に ヒューリックしっかりした値動きですねビルもそこそこ大きな値上がり率になってますあとクラレとか SRA ホールディングスこの辺りも強いですねで化学セクターに関してはタキロン CI だけが値動きマイナスになっているんですけれどもその他はしっかりプラスですねはい で、j t a ーは今日は大きく値上がりしているんですけれども、やっぱりこのあたりはアメリカの金利の動向っていうのを見て、売買がされているのかなと思います。アメリカの金利、10年債金利だったと思いますけれども、若干下がってきていますので、このあたりはグロース株にとっては追い風ですね。なので、今日はマザーズも結構値上がりしてたかなと思うんですけれども、その流れで j t a ーもしっかりした資金が入ってきているのかなと思います。 で、その次、アルプス技研も結構値上がりしてますね。山田コンサルティンググループもしっかりした値動きです。で、出光も今日は5%ぐらい値上がりをしていまして、ここ直近指数に反して下げる日なんかもあったりしたんですけれども、イデミも株価復活してきたかなといったところですね。で、日本電気ガラスもいいですね。東海カーボンも2%ぐらいの値上がりになってます。で、日本製鉄今日は弱いんですね。マイナス27円になっています。 あとその他は強いところはとにかく強いですね。b m g 森世紀あたりも強いですし、サンワホールディングスあたりもしっかりした値、ね、動きですね。はい。で、ベルシステム24昨日決算発表されていましたけれども、おそらくその決算を受けてたと思いますが、今日は売られてきています。で、小松 iPhone このあたりも強いですし、コプロもいいですね。 で、イスズあたりも強いんですけれども、東京精密も今日めちゃくちゃ強かったんですよ。プラス450円となっていまして、値上がり率でこちらも6%から7%ぐらい値上がりしてたかなと思うんですけれども、さっきの東京エレクトロンデバイスと同様に、今日も半導体関連かなり買われてきた一日だったんですかね。はい。で、キャノンもしっかりした値上がりになっています。クレステックもいいですね。タカランドカンパニーとかローランド、このあたりも強い値、ね、動きになってます。バルカーもいいですね。で、そっから下、今日は商社も揃って高いですね。 伊藤忠ててクスもいいですね。で金融セクター昨日は揃って下げていましたけれども今日は揃って上げていますね。三菱 UFJ フィナンシャルグループもしっかりした値、ね、動きになっていますけれども見た感じだとリース関連が今日は強いですね。オリックスとか NEC キャピとかこの辺が強いのかなといったところです。 あとはイオンモール下げてますけど、東ーは強いですね。東ーはね、個人的にはもう少し下げてきたら買いたいかなと思ってたんですけれども、どうやら下げては来なさそうですね。なので、東ーに関しては買い増し検討していましたけれども、ちょっとタイミングを失ったかなと思ってます。はい。で、スカパーも700円台乗せてきましたね。いいですね、この辺。であと、ディフェンシブ銘柄で通信関連今日は売られてます。 その他は電源開発もいいですね。アイネットも高いですし、1年クレオこのあたりも高いんですけれども、ヤマダホールディングス、今日は指数の値動きについていってしっかり買われてます。はい、ということで、値下がり銘柄数がまあまあ少ないかなといったところではあるんですけれども、数えた感じだと何社ぐらいかな ?7 社ぐらい。 6社ぐらいですかね。まあ、そのぐらいが値下がりになっていましたので、持ち株のうち、大体9割ぐらいは買われた、そんな1日だったのかなと思います。ということで、先ほどもお話しした通り、楽天証券の資産額、2892万3578円となっています。次に、楽天証券以外に保有している現金とかも含めた私の総資産額ですが、10月12日終了時点で、3255万1222円となっています。 資産額かなり減ったなと思ってたんですけれども気づけばめちゃくちゃ戻してきていますね一番多い時だと確か1320万円ぐらいまで資産があったかなと思うんですけれどもそこから比べるとまだ低い水準ではありますがあと70万円ぐらいで一番高かった頃の資産まで戻してくるかなというところにはなっていますのでまあこのあたりは良かったかなと思います ただ、今後の日本株の値動き、本当にどうなってくるかっていうのが、ちょっと予想できなくなってきましたので、増えるかもしれないし、減るかもしれないという状況ではありますから、まあ、しっかりと3300万円台は、また狙っていきたいなとは思いますけれども、うまくいくと、週明けぐらいに、また3300万円台は戻ってくるかもしれないですね。はい、どうなるかわかりませんけれども、期待はしていきたいと思います。 ということで本日はかなり資産が増えた一日になったんですけれどもおかげで後輩当株がだいぶ少なくなってきたということで買える銘柄がめちゃくちゃ今少ないんですけれども今月も何か買っていかなきゃいけないなというところで今買えるところって何があるかなっていうのをさっき探していたんですけれどもちょっと面白いところを見つけたので今日は次に買い増し候補として検討していく銘柄を見ていきたいと思います はい。ということで、その銘柄なんですけれども、j リートなんですよね。具体的には3295、ヒューリックリート投資法人っていうところなんですけれども、j リートって持ってる方ももしかすると少ないかなと思うんですけれども、要は不動産ですよね。不動産に投資している法人、そこに対して投資をしていくと。なので、投資信託の中身が全部不動産みたいな感じですよね。はい。で、まあそういうところが上場しているということで、上場投資信託と言ってもいいのかなとは思うんですけれども、このヒューリックリート投資法人ですね、ちょっと ここ面白いんじゃないかなということで、今後注目していこうかなと思うんですけれども、これどういう銘柄かっていうと、ヒューリックの持っている物件ですので、まあ首都圏を中心に物件をたくさん持っているような J リートになるんですけれども、今年間の配当利回りがだいたい4%から4.5%ぐらいの間なんですね。で、今現時点の価格で一口15万7300円ということになっていまして、年間でもらえる受け取り配当金がだいたい6900円ぐらいかなといったところではあるんですけれども、ヒューリックの不動産 っていうと、基本的には商業施設とかオフィスビルがメインになりますので、まあまあ収益も安定してるのかなと思いましたので、このヒューリックリート投資法人ですね、もしかすると結構いいんじゃないかなと、そんな風に思ってます。 で、さっきもちらっとチャート見えたんですけれども、最近ですね、J リート界隈が結構値段下がってきてるんですよね。8月に天井をつけた後、そこから10月までずっと下落をしていまして、この間、日本株に関しては指数は割と上昇傾向ではあったんですけれども、その中でも J リートが対照的な動きをしているということで、もしかすると、このヒューリックリート投資法人あたりは会話になってくるんじゃないかなと、個人的にはね、そんな風に見ています。 で他のの J J リリーートトももそうなんんでですけれどもここ最近本当に J リートの値動き弱いんですよね10年のチャートで見てもコロナショックの時はちょっと異常に安いタイミングがあったんですけれどもそういった変なタイミングを除けばほぼほぼ安値の水準に値段が落ちてきていますのでもしかするとこの辺りで拾っとけば J リートに関しては今後値上がりしていくかもしれないですしなおかつ配当利回りも高いので高配当株投資をしている人にとっては今のタイミングでこの J リートっていうのは結構買いの候補になってくるんです じゃなないかなと思ってますはいということで私も以前 J リートを持ってたところもあるんですけれども実は私が持ってた J リート TOB されまして今は J リート1社も持ってないんですよね。でリートに関しては不動産投資をしたいなと思いつつも現物の不動産を保有してしまうとやっぱりリスクが高いのでそういったところを低リスクで投資できる商品としてはかなりいい投資商品になるんじゃないかなと、まあ、この点は以前からも思っていましたので10月後輩当株だいぶ少なくなってきましたけれどもこのリートあたりも購入候補 として今後検討していきたいなとそんな風に思ってます以上